引き出し、今日のゲストはですね、前田和彦さんです。僕の友達でもあり、ミュージシャンでもあるんですけども、彼は、なんとですね、あの4月1日に坂本龍一のグートレーベルというところの新しいレーベル、グートバウンスというところから、はい、和彦君がデビューすることになりました。おめでとうございます。あの今日は和彦君をフィーチャーしてあの話をしていきたいと思います。きっかけはどういうことですか？最初そうそう、あれはね、あの東京の方の FM の番組があって、あ、坂本龍一がやってる、そう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 、でその番組にね、あの曲をあの応募するコーナーがあってね、たまたま3回連続で最優秀取ったんですよ。そうなんや。そうなんですよ。そうです。それがきっかけで、前田デビュー後ろいう感じ。そうですね。それでね、アルバム作ろうって。僕もあの和彦君も、小学校の時から坂本龍一の大ファンな。エピトームって ME で、典型的なっていう意味なんですけど、エピっていうのがいわゆる広大なっていう感じ、広大な、でそれと作ったいわゆる造語なんですけどね、1曲目がねすごいこうどういうのかな、交響楽とテクノを合わせたような、そういう楽曲なんで、響きも可愛いよな、エピトームで。まだ最初はねちょっとヒップホップ的な、クラブ寄りのサウンドにしようかなと思ってたんですけど、まあ、教授からも言われたんですけどそうなんや、やっぱりもっとメロディアスなことで、フュージョン的なアプローチも、も含めて、ね、含めて入ってますと、そうですね。そしたらね、俺の聞いたところによってやっぱこう今のサウンドやねんけど、ちょっとやっぱり往年のな YMO のな、そうやね、お好きなやつも聴けるぞみたいな曲もちょっと入ってたわ。そうやね、テクノポップと、まあ、ヒップホップ的なものもあるんだけど、ありありあり、だから、まあ、リスニングものの、ダンスミュージックというかね、感じ。あとなんかね、アレンジでちょっと変わった、手法のものありますか？そう、ちょっと変態的なメロディーとかね、のやつとか、楽器はもう全部打ち込み、打ち込みのキーボードあと、ギターが入ってます。生で、生で、あとドラムと、ドラムとあとボーカルの、それは R&B テイストのものですけどね、かなりいけると思いますね。それも含まれてると。今紹介した曲、はい、全部ひっくるめて、アルバムとしてはどんな感じにしたかったのか。あんまりコンセプチュアルなものもね、硬いんで、硬いから、だから、まあやりたいことを自由にやるという感じで、だからメロディアスな、聴きやすいポップなもの、ポップなものを作りたかったっていう、まあ、今後もそのスタイルはずっと変わらないと思うけど、ね、まあもちろんクラブ的なものもね、どんどんやっていきたいんですけど。そうやな、DJ さんともね、そう、俺のやつにも実は和彦君が入ってくれてんねんね。そうそうそう。で、僕のアルバムも一緒に作ってもらいました。こっちの方もな、かなり苦労したよね。そうですね。彼はね、とことんだから人の曲でもこう手抜きをしないタイプなんですわ最後まで。そして、あと今年の活動なんかある？あとうちあの CCB レコードっていうのを、ありまして、和彦君のインディーズレーベル、ね、インディーズレーベル、そこで今5枚出してるんですけど、はちょっといろいろポップのアーティストとか、あとボーカルもののポップスとかね、いろいろちょっと出していきたいなと思ってるんです。インストゥルメンタルのものが多かったけども、そうですね、ラップとか、ラップとかボーカルとか、いろいろボーカルもね、これからもね、僕らはみんなの目に映らないところでも活動してますんで、そうですね。というわけでですね、前田和彦君でした。